はい、どうも、グッチャンネルのグッチです。ヨネックさん、75周年おめでとうございます。いや、今更なんだよって話なんですけども。まあね、結構このなんか SNS 発信してた方々、75周年おめでとうって言ってた方々は多分3月ぐらいに言ってたと思うんですよ。僕もね、なかなか言うタイミングがなくてね、こんだけちょっと伸ばして今更75周年おめでとう言うてますけども。ということで今回ね、ちょっとお知らせ何個かあるのでね、すべて聞いてってほしいです。よろしくお願いします。まあ、まず最初にね、ヨネックスの75周年おめでとうということで、ジャケットとか、75周年のね、限定ジャケット。あと、ラケットのケースもね、今回75周年記念のやつを、ちょっと買っちゃいました。まあ、せっかくだったんで、2つね、買ってみて。あんまね、やっぱトーナメントバッグ使ってると、僕基本直接入れることが多かったんですけども、やっぱケースにこうやって入れると、なかなか便利ですね。この普通のバドミントン用のソフトケースでも、ラケットがね、3本くらいは入るのかな。だから普通にバッグとこういうケースでも全然いいじゃんと思うくらいに良かったですね。あと今回限定の商品になるのでね、ぜひとも皆さん手に入れてみてはどうでしょうか。まあもう売ってるかどうかわからんけどね、3月の中旬くらいに発売されてたはずなんで、あればぜひね、買ってみてはどうでしょう。まあてな感じで、ヨネックスさん75周年おめでとうございます。今回ですね、まあ別に特になんか75周年だから何とかじゃないんですけど、まあ今インスタグラムでね、プレゼント企画をやってまして、そのプレゼントはね、ヨネックスさんのじゃないんですけど、まあちょっと YouTube のプレゼント企画1本だけやろうかなと思いまして、ヨネックスのバドミントンラケット、まあどれあげるかわかんないんですけど、僕が持ってるやつでよければプレゼントいたします。1本だけですよっていうプレゼント企画です。そんな別に大それたものでもないんですけど、まあ僕が使ってたやつになるんで、新品ではないことは分かっていただければ、それなりに使用感あるやつかもしれないし、結構綺麗なやつかもしれないんですけど、そこはね、まあ僕の判断によりますが、まあそんな感じでやっていこうかなと思います。応募方法はですね、まあいつもだいたい高評価チャンネル登録してよみたいな言うてますけども、まあ今回コメントだけしてもらえればいいかなと思います。まあなんか欲しいみたいなことを書いてもらえればいいかなと思います。良ければね、高評価とね、あのチャンネル登録までしてない方ぜひともねしてほしいなと思いますが、強制ではないのでどちらでも大丈夫です。応募期間は4月末までにさせていただいて、ゴールデンウィーク明けに発表みたいな形でやっていこうと思います。発表はですね、サブチャンネルの方でやっていくんで、サブチャンネルの方もね、ぜひチャンネル登録してみてね、概要欄にリンク貼ってありますので、インスタの方でも一応ラケットのプレゼント企画やってるんで、まあ、よければね、確認してみてください。全部概要欄にリンク貼ってあります。そしてね、もう2つだけお話しさせてください。まあ、1つお話じゃないんですけど、5月の16日17日にですね、長野県の前にね、1回イベントで行かせていただいたラケットショップバードさんにて、またね、1日店員企画をやらせていただくことになりました。てなわけでね、まあ、久々にバードさんに行くことになりました。いや、すげえ楽しみです。まあ、まだね、まあ、さすがにちょっと、まあ、コロナの影響で、なくなる可能性もあるので、このお知らせは、予定みたいな形で思ってもらえればと思います。長野県在住の方でね、もしよければ、ラケットショップバードさんまで足を運んでもらいたいなと思います。またね、詳細と決まったら、それこそサブチャンネルで、どういうことやるのかとかもね、また伝えていこうと思います。またバードさんも、なんかショップの内装とか、まあ、てか、引っ越ししたのかな？リニューアルされたそうなんで、またちょっと変わった感じのバードさんが見れると思うんでね、僕もちょっと楽しみにしております。あんまね、本当にショップ店の企画すげー自分自身が楽しくやらせてもらってるんで、もう本当に久々に行けるのがすっごい楽しみです。2日ショップ店員をやらせていただくことになりましたんでね、ぜひとも来てみてください。まあ、中止等になったら、このチャンネルでも多分お知らせすると思うので、また確認等してもらえればと思います。で、最後にこれお知らせでもなんでもないんですけど、この前ね、ミックスダブルスの大会があって、対戦相手、最後の対戦してくれた方々に撮影許可もらってね、動画撮らせてもらったんですけど、アングルは低いし、最後まで撮りきれてなかったんですよ。データの容量がパンパンになっちゃって、最後まで撮りきれなくなっちゃってて、途中で止まってる動画を編集して出すのもあれかなと思ったんで、ちょっとこの動画のエンディングの後にミックスダブルスの動画付け足しで付けておくんで、まあ、良ければ見てみてください。まあ、その大会ね、結構レベル高くて、なんかもう手も足も出なかったって感じだったんですけど、すごいね、大学生の二人組で、すごい楽しく、対戦させていただいたので、まあ、なんか動画出さずに終わっちゃうのはもったいないなと思ったんでね、この動画のエンディング後に付け足しましたんで、まあ、良ければね、見てみてほしいなと思います。てな感じですかね。ここまで見た方はぜひともね、ミックスダブルスの動画まで見てみてください。今回のお知らせは以上になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。